どうも、おかっちゃしです。今日はですね、梅雨の晴れ間なのでですね、ちょっとドライブしながらどこに行こうかと考えていましたところ、まあ、登山でね、日の山にも登ったんですけども、最近ね、車では上がってないんじゃないかなっていうことに気がつき、ちょっとね、ドライブ動画という形でですね、撮ってみたいと思います。タイムラプスでね、また、日の山の頂上をめがけて車を走らせたいと思いますので、ではですね、ゆっくりですが行ってみましょう。今前走ってるのが赤いポロですね。赤いビートル、フォルクスワーゲン車を見つける旅でもありますでしょうか。途中ね、フォルクスワーゲンの前通るんで、はい、全然関係ない情報だけど、こっち側から行こう。ちょうど赤でございます。では画面の方を切り替えたいと思います。はい、今ちょうどね、赤信号になりました。で、今からね、日の山に車で、ゴルフセブンで駆け上がりたいと思います。最初は通常で動画流してタイムラプスで行こうかなっていう感じで、うん、どうでしょうか。はい、では行きましょう。上り坂なんですよ。で、今ね、3速です。3速で、おーおーおーおお、早い。まあこんな感じでしょうか。グッと踏みます。まあこんな感じですね、加速は。じゃあパークウェイの方入ります。はい、無事到着でございます。まあね、日の山の公園の方はまあいいかなとか思って何回も来てるん で、駐車場からね、少しね、景色が見えるので、その辺見てね、まあちょっとのんびりして帰ろうかなと思います。じゃあ見てみましょう、景色を。まあこんな感じですね。今日ね、天気はいいんだけども、ちょっともやがかってるから、あれがタワー。関門橋はね、もうちょっとこっち側なんですよ。まあこんな感じの景色ですね。特に何も見えるわけじゃないけども、雰囲気だけでも。今日はダメだね、これ。全然綺麗に見えない、もやがかってる。まあ日の山の方、こういった雰囲気なので、もし下関にお越しの際はこちら来てみてはいかがでしょうか。天気良かったらね、ずっと奥の方まで海がね、見えるから素晴らしいんですけども、ちょっともやがかってます。まあこんな感じですね。はい、帰りましょう。ちなみにこっちはね、山の方です。
はい、いかがでしたでしょうか。まあ、いかがでしたでしょうかっていう動画の内容ではなかったと思うんですけども、ちょっとね、日常系の僕の動画なので、こういうのもありなんじゃないかなとか思って。で、この前ね、登山で日向山の方を登ってみたんですよ。で、あ、今日、そうだ、梅雨のね、晴れ間なんですけども、天気いいから車走らせて日向山登っちゃおうと思って、思いつきで来てみました。やっぱりタイムラプスの動画撮影とか、まあ最近ねちょっとハマっちゃってるんで、その撮影も含めて、あとねやっぱり景色がいいです。ちょっとねもやがかってたので、そのあたりが残念なんですけども、やっぱり下関ではなかなかの高台の場所なので、かなりおすすめの観光スポットでもあります。まあゴルフ7もね、こういった感じでね走ったら気持ちいいんじゃないかなと思って、ゴルフ7ちゃんも走らせてみましたという動画でございました。では、帰りはねもうずっとタイムラプスでずっと動画流して帰りたいと思いますので、では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、岡剛でした。ではゴルフ7やっぱり最高ですね。うん、では帰りましょう。いやー、帰り道も爽快でしたね。では。